お疲れ様です。6月27日木曜日朝6時の相場解説になります。さあ、昨日160円を超えましたね。そして今161円に迫ろうというところに来てます。なんで介入しないんでしょうね。152円であれほど抵抗して介入を繰り返した財務省、そして日銀なんですけども、今回160円付近に来ている前回の介入をしたこの介入水域ってとこですよね。前回の介入ここですからね。 ここで派手に介入を起こして152円まで引き下げてるわけですよ。ドーンとね。ここまでしてるわけですよ。8円下げてるわけですよね。でも今回は前回の介入点を超えたのに、うんともすんとも言いません。なんででしょうかさあ、FX オリガルヒを受講されていた方はお分かりだと思いますけども、介入できないんですね。介入が困難って表現してますけども、もしかしたら、 何らかの形でう回介入なり闇あの介入ってのはあると思いますけども直接の介入はできないんですよねそもそも160円161円162円とドルが高くなって得するのはどこでしょうかそれは米国債が売れてるわけですからアメリカにお金が集まってるって話なんですよだから介入しようと思っていてもアメリカが安々と賛成はしないですよねそして IMF の協議で 介入に対してオッケーが出ないのはどこの圧力なんでしょうかそして私たちはどんどん円安というね地獄にはまっていくわけですよ輸入物価は高くなる一方ですどうしましょう <laughs> なのに介入入らないんですよねいやでももともとねドル円って360円ぐらいでしたからね戦後ねその時の社会背景は アメリカにに完全に占領されていた時代ですつまりこのままいくとアメリカに占領されていた当時の背景がこのドル円の相場によってうかがい知ることができるってことになっちゃいますねまあ前置きはこのぐらいにしましてね今日は一体何をすればいいかってことです160円オーバーすると当然投資家さんは多くの場合介入が入ることを恐れてポジションが持てなくなってきますねそれによって今上昇圧力が抑えられていると思いますけども この抑えってのは一部の方が利用するわけですよつまり介入が入らないのをいいことにですねどんどん買います可能性があります4時間見ていきましょう4時間見ると急騰しているのが分かりますよねこの理想的な三平からのでかい陽線さらにそれが続いてでいろんな思惑があって失速してますこれは理覚も多少入ってるんだと思います この辺りでね、エントリーした方が2円ほどの幅を今取ってるわけですから。それは理覚しますよね。ただ理覚して、一旦落ち着いたらまたね、買い年になるんで、押し目となって、そこがまたブレイクするポイントになりますね。まあそういう風に見ていきたいわけですけども、多くの方が介入を恐れて、思い切った買いができないっていうところもあると思います。で、私たちの取る戦略としては、木曜日ですから、実は昨日以上に難しいわけですよ。だから基本的にポジションを持つことはお勧めしません。ポジションをもし持つとしたら、 当然倍でってことになりますけどもじゃあどこで倍に入るかってことがポイントですよね今移動平均線を見ると上昇を示唆しているそれが一方的に続いているって状態ですこの辺りからしてもまだまだですよねでネックラインを超えてそこからさらにこの移動平均線の開きは激しくなりましたということで上昇の力しか感じれないのが今なんですよただし1時間単位で見ると利確やその他の動きがあって 下がっていくことも考えられるんですよねで移動平均線からの帰りも進んでますんで、一旦戻ってきて、例えば赤いところにぶつかった上で、また再度上昇していくっていうシナリオは書かれますけども、お話ししたように、今日は難易度が高い木曜日になってます。まあ、ですんでね、深夜21時30分にアメリカの材料が出るんですけども、GDP の確定値が。それまでも動きの予測できないところがありますんでね、なんとも言えませんね。うーん これまではね、ずっと倍一辺倒で良かったんですけども、さすがに160円超えた心理的な投資家の壁とか恐れってのは働くと思いますんで、介入がないにしても、とはいっても約束されたわけじゃないのでね、もしかしてドカンと起きるかもしれないなと思った時に私たちはせめてトリガーを用意しておくっていう作戦になります。今日の方針はそんなところですね。 まあ、なかなかポジションを持つにはちょっと難しい木曜日金曜日になると思いますけども、えー、少なくともデモトレードなどで経験を積んでおきましょうそれでは